これは昔々、遠い遠い場所でのお話。組客と共に進行する物語の世界を想像しながらお聞きください。祭りの日です。お母さんのお守りのネックレスをかけて弟と家を出ます。他の町から来た食べ物やアクセサリー、張り切る商人、昼なのに聞こえるグラスを交わそうと、いつもよりずっとにぎやかな町並みに心躍らせていました。楽しんだ少女らは町の外れの森へ行こうと言い出しました。両親からは絶対に入ってはいけないと言われていましたが、気持ちが高ぶっていた二人は躊躇しませんでした。奥に行くにつれて森はどんどん神秘的に、普段目にする風景とはかけ離れた美しさに二人は言葉を失っていました。両親はどうしてこんなに綺麗な場所に入ってはいけないと言ったんだろうと不思議に思いつつ、二人は歩きました。突然うなり声と足音、少女たちは震えました。自分たちの前を横切るように巨大なモンスターがゆっくりと歩いていきます。あまりの恐怖に少女たちは後ずさりをすることしかできません。しかし恐怖から足がもつれ、音を立てて転んでしまいました。それはものすごい速さで襲いかかってきました。すくんでいた足も今は逃げるため全力で動いています。弟とはとっくにはぐれてしまいましたが、後ろを振り返るとモンスターは木にぶつかりながらも追いかけてきます。地面に叩きつけられ、全身はボロボロになりました。後ろからわずかに自分たちの名前を呼ぶ町の人の声も聞こえます。少女は朦朧とした意識の中、もうダメだと目を閉じました。突然、首からかけていたネックレスが輝き出しました。光は少女を包み、傷をみるみる直していきます。
モンスターを追い払った町の人たちも駆け寄ってきました。弟も助かっていたようです。両親は泣きながら少女を抱きしめました。みんなは町へ戻り、お祭りの続きを楽しみましたとさ。